李白から、雲の十载を動け、剣王の進軍を止めようか。くだらん。俺は自由よ。くだらんことには興味はねえ。俺は雲だ。限りなく自由。世間も何とも関係ねえ。おらよ！どうやら、ダマガエルにかけちまったようだな。その汚え面は洗剤でも落ちねえな。そんなに俺を待ち焦がれてるなら、言ってやるか。おらよ！女たちはこの蜘蛛の銃座がもらったぜ。はあ、わかってるじゃねえか。だが、一つ忘れてるぜ。稀に見る美男子ってことをな。バカだりが！おお、何のつもりだ？話せよ。バカなカエルよ。じっとしてればいいものに。何を言うか。しょうがねえな。アホ。ああ、知らねえな。そんな汚え面、舐められるか？能書きゃいいから、とっとと来な。そうか？あばよ！女たちは俺がもらった。まだ手向かう奴はいるか？お利口だ。持ちきれねえぜ。おい、後の子たちは歩きだ。あ、どうした？まだこんなところにいたいってのか？ここより二枚目の俺のそばにいた方がずっと楽しいぜ。何？全員夫と子供がいる？ほら、せっかくお前たちと楽しく暮らそうと。いい。もういい。行け。それ持ってどこへでも勝手に行きやがれ。ありがとうございます。行け。早く行けったら。何やってんだろう、俺。まだぐずぐずしてんのか？さっ、おう、リハークの手下じゃねえか。どうした？息切らしちゃってよ。ああ、もらったぜ。ふん。やなこったい。俺は誰にも縛られねえ。誰の命令も聞かねえ。俺は食いたい時に食い、飲みたい時に飲む。食った食った。俺はあの雲のように自由気ままに生きるのよ。断る。勝利。よう！みんな、いい子にしてたかい？やっほー！ああ！ははははははは！おー！ほらほらほら！みんな、逃げねえとちょっと来ちまうぞ、ほら！ほらほらほら、どうした？お前ら、いい加減にしろよ。くどーい！何を今さら、人のために命を懸けねばならんのだ。ああ？見ろ、この美しい女たちを。盗賊どもに囚われていたところを、俺がいただいてきたんだ。俺はこうやって、毎日を面白おかしく遊んで暮らすのよ。自由気ままにな。ほら。何？忘れー！そのことを忘れねば、うぬらをこの場で叩き殺す。やはり忘れられない。俺が幼い頃より妹のように可愛がり、そして育てた女。なぜでございますか？そのようなバカなことを、私には納得がいきません。そのわけとは何ですか？おじえ、どうかお教えください。おじえ。
妹。はあ、ユリア、お前らいい加減にしろ。頼むから俺の前から姿を消してくれ。しつこい。お前らが何度は頭を下げようと俺は動かぬ。なんだと。大丈夫か。俺は今虫の居所が悪いんだ。手を出せば死ぬぞ。何をヘラヘラ笑ってやがるんだこの野郎。やるなら来やがれ。折りたたんで墓場に放り込んでやるぜ。どうやらその腕がご自慢のようだな。我が剣は我流。誰の真似でもなく誰にも真似はできない。それゆえ誰にも読むことはできぬ。何遍言おうと同じことよ。ああ、俺は俺のために生きる。誰にも命令はされん。おお、死のってのかい。勝手に死な。ま、あんたにもメンツがあるんだろ。好きにしな。線香の一本ぐらいはあげてやるぜ。でも、動かん。生きてるうちが花なのよ。楽しく飲もうぜ！大いに騒ごうぜ！あ？あの女は？いい女じゃねえか。俺にも、ついでくれよ。俺には弱点が一つだけあってな。あんたみたいな美人に弱いってこと。ここは、海の利白。チェ、汚ねえぜ。最後の章なんてのは俺には関係ねえ。俺は動かん。ここは当たってくれ。ああ。ん？あんた、あんただったのか。よかろう。この十三の命、あんたにくれてやるぜ。俺は自由よ。くだらんことには興味はねえ。あんた、あんただってのか。よかろう。この十三の命、あんたにくれてやるぜ。あんたに礼を言われる筋合いはねえよ。分かってる。俺の好きであることだ。あの人に涙は流させん。必ずな。何？友達？なんだこりゃ。お前らバカ野郎どもが。えら！相手を誰だと思ってやがるんだ。剣王だぜ。今や飛ぶ鳥を落とす剣聖、世紀末覇者の剣王だ。死ぬぜ。必ず。てめえら。揃いも揃ってバカばっかりだ。行き先は地獄だぜ。よーし、わかった。来たい奴はみんな来やがれ。ラオウ、久しぶりだな。雲ゆえの気まぐれよ。ラオウ、ここは倒産。ならば試してみるがよい。我が剣に一点の曇りがあるかどうか、お前の体でな。さあ、笑った。はあ、浅かったわ。さすがラオウ、我が剣の意を認めたか。では我がなんと最後の章のため、この場に剣を、お前を葬ろう。はあ、笑った。浅かったわ。したらお前の負けだ。俺の剣法は自ら編み出した我流、自らの剣にかけるのみ。恐怖など感じている暇はない。そして我が剣は誰にも読めぬ。
さすがだ、ラオウ。他の男なら最初の一撃で死んでいる。ラオウ、いかにもお前らしいやり方だぜ。卵を取るためにわざわざ木まで倒してしまうとはな。俺か？俺は食うだけよ。ムキになるなよ。何？さすがだな、ラオウ。俺の剣は邪剣ゆえ、種明かしは一度きり。静まれ！よーし。ファイヤー！ラオウ！貴様の足を奪った！俺はまだ死なん。生きていてこそ楽しみがある。ラオウ！これでも食らえ、ペンペン！ハヤこれが蜘蛛の銃座の生き方よ！おお！俺は何日奴を止めればいい？そうか、二日。恐るべし、ラオ。やはりこの命捨てねばなるまい。おい、国王よ！静まれ、国王よ、国王よ。ラオが恋しいか。もうすぐ会わせてやろう。だが、その前に行くところが。そうか。ならば行って、ケンシロウを城まで案内するがいい。もはや俺についている必要はない。これで、もう一度戦闘服に身を包まねばならなくなったか。ケンシロウ。さすがにユリアが愛した男よ。この銃座安心したわ。おお、あの、大丈夫だ。俺にはまだやらねばならぬことがある。この命に変えても。行くぞ！行け、国王も。お前の主のもとへ。我が将よ。この命。あなたに捧げよう。行くか。そうか。来るんじゃねえ。お前たちの出る幕じゃねえ。これからは俺と剣王二人の戦いだ。はっきり言って足でまといだ。あばよ、みんな。生きろよ。自分の命をつかむんだ。行け。主のもとに戻るがよい。ただでは捨てぬ。俺は寂しがり屋でな。貴様を道連れにして行こうと思っている。元より、危険なくして貴様を止めることなどできぬ。我が剣の神髄、その目に焼き付けておくがよい。我流の剣の神髄は背水の陣。防具があればそこに油断甘えが生ず。生か死か。いずれか一つの背水の剣の威力はラオウ。お前が一番よく知っているだろう。さすがだな、ラオウ。最後の種も一瞬に見抜かれたか。この肩をついて、致命の一撃を、かわすとは。
さあ、撃ってこい、ラオウ。翔よ、あんたに会った時から覚悟は決めていた。この命ないものと思っていた。これで最後だ。メイドの土産に貴様の腕一本もらった。ケチケチすんなよ、いい取引だと思うぜ。あと一息、あと一息持ってくれ。すべてはなんと六星剣最後の章のため。言わぬ、言えば貴様は疾風となり我が章のもとに走る。剣を握った貴様が最後に望むもの、それが我が章。おしゃべりが過ぎたな。あと一ひねりで貴様の腕は砕け折れる。バカな。それまでか。誰か喋るもんか。誰が。喋らぬ、殺せ。言わぬ、喋るもんか。貴様が翔か。あんたは、あんただったのか。よかろう。この雲の十座の命、あんたにくれてやる。何も言うな、ユリア。あれが、喋るもんか。そうよ。なんと最後の章よ。言う。そうだ、言ってしまえ、ジューサー。まあ、ラオウも、クソ、バカ野郎。これは雲。俺は、俺の意志で動く。何事も力づくか。それはてめえの思い上がりってもんだぜ。ラオウ、てめえは確かに強え。だが、すべてが思い通りになると思うなよ。こしゃくだ。行け、剣士よ、早くユリアのもとへ。さらば、ユリア。俺は雲の獣だ。俺はあの雲のように自由気ままに生きるのよ。敵ながら見事であった、獣さん。